スノーマン安倍良平が11月23日に放送されるライブニュースイットフジテレビ系に出演する SDGs 特別企画の第12回となる本放送では SDGs の目標7エネルギーをみんなにそしてクリーンにから次世代エネルギーの SDGs をテーマにイット 天気キャスターガチャピンとともに都内のリサイクル工場を取材する。リサイクル工場には企業や一般家庭から排出されたプラスチックや衣類などの繊維製品が山積みになっており、それらのゴミをエネルギーに生まれ変わらせることができるという。その最先端のリサイクルを安倍とガチャピンもお手伝い。その中でリサイクルには欠かせない重要な、ある一手間を学ぶ。 そして、ゴミをリサイクルすることで出来上がった、ルパフ、という最先端の固形原料を手に、アベトガチャピンは東京ドーム12個分の敷地面積がある巨大工場へ向かう。その工場で、固形原料を分子レベルに分解し、新たなエネルギーを生み出すまでの仕組みをアベトガチャピンは学んでいく。取材の中ではアベの、理系男子、の一面が披露される場面も、 今回の出演でも安倍は気象予報士の資格を活かしてガチャピンと共に天気コーナー空読みを担当する番組関係者コメント SDGS スペシャルキャスター安倍良平スノーマン普段の生活でゴミを捨てるときにその行方にまで考えが至ることは時々ありますがゴミをエネルギーに循環させる方法があるというのは新鮮な学びでした その循環をより効率よく行うために、生活の中でできることを実践していきたいと思います。チーフプロデューサー、渡辺隆フジテレビニュース総局報道局。今回は安倍さんに次世代エネルギーの SDGS を取材していただきました。資源を持たない日本では、化石燃料に頼らない次世代エネルギーの開発は重要なテーマです。 世界に先駆けた日本初の技術を、安倍さんとガチャピンの取材をきっかけに知っていただけたらと思います。